今日はですね、コクスポ、国体ですね、の、今、在り方が問われているというお話をさせてもらいたいと思います。今ですね、丸山知事もそうですけれども、全国の知事が、今のやり方のままだと、もう3巡目、今2巡目を全国回ってますけれども、3巡目はもうできないよという声がたくさん上がってきています。これはですね、もう一重に地方の財政負担が非常に大きいということにあると思います。島根県も毎年、数億円積み立てていましてですね、今度2030年に島根コクスポが開かれるわけですけれども、これ非常にこの財政が厳しい地方にとっては大きな負担です。島根県もですね、試算によると230から大体260億円ぐらいかかってですね、そのうちの国の補助金がわずか5億円ということで、その大半をですね、やはりこの地元で負担しないといけないということが、本当に大きな問題となっています。私もですね、島根県のラグビー協会の会長をやらせてもらったりですとか、地域のスポーツ団体のですね、役をやらせてもらったりということで、スポーツ振興は本当に大事だと思いますし、できるならコクスポもやっていかないと、やっていきたいというふうにも思うんですけれども、現実的にはこれだけ今地方財政が厳しい中で、東京や大阪は多分大丈夫だと思うんですけれども、島根のような割と小さい自治体にとっては大きな負担になっているのも事実です。そういった意味ではですね、本当にこのあり方がですね、今までのように、全都道府県を回って、そして基本的には地方の負担というやり方でいくのか、あるいは今声が出ているのは中国ブロック、関西ブロックというブロックごとにやりましょうということですとか、いやもうむしろ廃止しようとかいう、本当にいろんな意見が出始めています。今日本スポーツ協会の方もですね、これについて検討するという部会が立ち上がるというふうに聞いておりますけれども、やはりそのスポーツを目指す人たちのモチベーションはしっかり保ちながら、どういう形であれば持続可能な国体コクスポになっていくのか、この議論をしっかり私も見守っていきたいと思っています。